ガンサバイバーミュージシャンの浅井真也です。ガンも食事療法ということでいろいろお伝えをしています。今日は酵素玄米というものの作り方について動画を撮っていきたいと思います。酵素玄米というのは何かと言いますと、玄米と小豆を炊いたものをですね、3日間保温して発酵させまして作るものになります。非常に栄養価が高くなりまして、いろんな美容効果とか健康効果があるということで、具体的な健康効果については一番動画の最後にお伝えしようと思うんですけれども、まずは作り方をお伝えしていきたいと思います。まず用意いただきたいのは玄米ですね。玄米4合用意してます。で、玄米はなるべく農薬の使われていないもので、乾燥方法が自然乾燥したものを選んでください。で、なぜかというとですね、機械的に乾燥させた玄米っていうのは死んだ玄米になりまして、玄米がですね、発芽しない玄米になってしまってるんですけど、発芽させると栄養価が高くなるというか毒が抜けたりするので、必ずですねそういった乾燥方法も確認して買われた方がいいと思います。それとこちらが小豆ですね。小豆は 50g ぐらい、4分の1カップぐらいですかね、用意してます。これも無農薬のものをあればぜひ選んでもらいたいなと思います。で、これを一緒にしますんで、この状態で通常のね米と同じような感じで水で洗っていきたいと思います。お米を洗っていきます。蛇口に浄水器をつけて浄水器の水で洗うようにしています。洗い終わったら水をためて玄米を水につけておきます。つける時間は約1日ぐらいかな。夏場だとね1日ぐらいで発芽するんですけど、冬場はちょっと時間がかかることもあるので、1日とか1日半とか水につけたまま放置しておきます。玄米を発芽させるのは非常に大事なので、これを忘れないでください。というわけで、玄米と小豆をですね1日ぐらい水につけた後の玄米がこちらになります。で、ちょっと見えにくいかもわからないんですけれどですね、これで生きている玄米であれば玄米が発芽していると思います。これちょっと見にくいですね。あとちょっと写真貼りますけども、玄米の中にはですね、実はアブシジン酸っていういわゆるミトコンドリア毒とフィチン酸っていう毒成分がありまして、フィチン酸っていうのはミネラル分をですね、体内に必要なミネラル分を外に出してしまうっていうような、そういう働きがあるものなんですけれども、そういった毒性を排除するためには玄米を発芽させる必要があるということなんですね。そのためには水にしばらくの間つけておく必要があるということになってますんで、まずは近くですね、玄米を水につけて玄米を発芽させるっていうのが全段階になります。これをしておかないとですね、せっかく玄米を食べるのにだんだん体調が悪くなるとかですね、いうことが起こったりしますんで気をつけてください。で、あとはこれを普通に炊飯器で炊いてください。いい感じにね、芽が出てます。見えないかな。ここに水を入れて普通に炊飯器で炊いていただいたら結構です。玄米設定がある方は玄米設定で炊いてください。ちょうどね、メモリがあると思うので、使いの、ね、炊飯器のメモリに合わせて水を調節してください、はい。そしたらここでですね、塩ですね、僕は高低塩を使ってますけど、だいたい小さじ1弱ぐらいを、入れます。で、かき混ぜていきます。そしたらね、あとは普通に炊飯器で玄米を炊いてください。はい、では炊き上がりましたので見ていきたいと思います。混ぜていただいて、炊飯器がねこのまま保温ずっとできるんであれば、このまま3日間保温したままにしておきます。別に保温器があればね、そっちに移してもらって、でそこで保温していただけたらなっていう感じですね。ちょっと僕は保温器の方に移します。では保温器に移しまして、1日が経ったのでちょっと見てみたいと思います。色が若干赤くなったような感じになってますね。これで1日経った状態ですね。あと2日置きたいと思います。こうかき回してまた蓋をしてまた1日置きたいと思います。では2日経ちましたので見てみたいと思います。昨日よりもちょっと色づいたかな、また。そしてちょっとまたもっちりしてきた感じがしますね。
というわけで、あと1日このまままた起きたいと思います。3日経ちました。開けてみます。こんな感じですね。もうなんというか色も結構赤くなって赤飯みたいな感じで、これで完成です。茶碗に盛ってみました。これで出来上がりです。だいたいね3日から1週間程度で食べきってしまった方がいいそうです。ではこれで酵素玄米が出来上がりましたので、実際に食べてみたいと思います。もちもちしてて美味しいですね。赤飯とはちょっと違うんですけど、すごく美味しいです。酵素玄米はですね、普通の玄米に比べてギャバという成分、特にまあ神経伝達物質なんですけれども、精神を落ち着かせたりとか、イライラを抑えたりとか、リラックスを促進したりとか、そういった効果がありますね、ギャバっていう成分は。それが酵素玄米にすることによって倍増するっていうことがまず言われています。で、酵素玄米を毎日食べることによってですね、体の中の有害な物質をデトックスする効果もあります。その他にビタミン B 群が非常に豊富に含まれてますから、特にお肌とかですね、ツヤとか、そういったのが気になる方は非常に肌も綺麗になりますし、食物繊維も非常に豊富に含まれてますから、便秘気味の方であるとか、腸内環境が整ってない方とかにとっても非常に有効であるということが言われています。腸内環境が整えばね、血液も綺麗になりますし、免疫も強くなりますので、非常に効果があるのではないかなというふうに思っています。特に玄米がですね苦手な方、僕もそうなんですけども、玄米をそのまま炊いて食べると、あんまり噛まずに食べちゃうとですね、玄米で結構消化に良くなくってお腹壊したりするんですけれども、僕はね酵素玄米にすることによって非常に消化が良くなります。なので胃腸が弱い方とかでも安心して食べれますし、お腹を壊すこともないので、もし玄米が苦手な方おられましたら、一度酵素玄米試してみてはいかがでしょうか。作るのに3日間ほどかかりますけども、もし毎日食べるんであればね、炊飯器も2つぐらいは用意しないといけなくなりますけれども、それを考えてもご飯を酵素玄米に変えることによって体にとって非常にいい方向に向くんじゃないかなと思っていますので、今がんを患っておられる方もそうでない方もですね、ぜひ一度酵素玄米試してみてはいかがでしょうか。またねこの動画が参考になったとか、何か酵素玄米試してみてはとか、いろんなことを僕もまだ教えてもらえたら嬉しいと思いますので、コメントとかいただけたら非常に嬉しいです。というわけで今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。またお会いしましょう。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。がんサバイバーミュージシャンの公式 LINE へのご登録をよろしくお願いします。この公式 LINE にご登録いただくと、皆さんの健康に役立つ情報を不定期で配信させていただきます。また今ご登録いただいた方には、僕ががんになって実際にがんを自然治癒させてきた、この具体的なノウハウについて無料でプレゼントをさせていただいております。ぜひこの機会に公式 LINE にご登録いただいて、無料プレゼントをゲットしてみてください。登録方法はこの動画の画面右下を押していただくと動画概要欄が開きます。その動画概要欄の中に公式 LINE への登録 URL が載っておりますので、そちらをクリックいただくことでご登録が完了いたします。 YouTube 動画も随時更新を行っておりますので、ぜひ YouTube のチャンネル登録の方についてもよろしくお願いします。